はい、というわけで、今日も撮影してますけど、今回 STU の話題なんですけど、おこれもあんまり取り上げないですね。そうだから、このチャンネルでは STU に関して言うとあんまり取り上げないじゃないですか、はいはいはい、でもこればっかりはちょっと動画に しないとなっていう感じの、お、何ですか、っていうのがちょっと前にいろいろあって、メンバー4人が一気に活動辞退するっていう、え、 STU でそのことなんですか？ いや前にもちょっといろ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 あったんですけど、はいはいはい、まあ、今回もだから STU 一気にですよ、4人メンバーがいなくなるっていうことで、え、大丈夫かな。いやだからそれが心配じゃないですか。大丈夫なのが STU って、はい、運営もなんかあんまりしっかり発表しないし、いやでもなんでそうなったかっていうのは分かってて、裏垢が見つかり、そっからいろいろバレたんですよ。裏垢ということはあんまりいいことつぶやいてないし、そうですね、もあったし、まあそれこそあの恋愛関係というか、はい、っていうのもそういうところから広がったりとか、うん、っていうのがあって、まあそういう流れで4人一気に情報がバーって出ちゃって、どうなってんだどうなってんだってなってるうちに活動自体っていう流れになって、マジか、おいおいマジかよっていう、そう。いやーきついっすよね。自分も STU は別に応援してないわけじゃないし、はいはい、楽曲も聴くし、ミュージックビデオも見るし、番組も見るので。で、その中の一人で自分すげえ応援というか注目してた子がいただけに、はい、ちょっとすげえ残念だった。誰だった？門脇さんという方なんですけど、歌も上手いし、ダンスも上手いし、ポテンシャル高いのに、うわぁって。やめちゃった？まあ活動自体なんでやめることになるんで。いや、いろいろあったんですよ。裏か持ってた人もいて、その中からこう、いろいろ情報が出ちゃってとか、あとはなんか、あの、緊急事態宣言とか、こういう状況の中で旅行に行ってるのが情報を流出しちゃったりとか、まあいろいろあったんですよね。まあ、だからそれが原因じゃないかって言われてるんですけど、運営もしっかりその辺は言わないので、そう、なんでかは分からないんですけど、まあ多分それだろうなっていう感じなんですけど、でなんかそういうこともあって、運営的にもなんか、なんていうんですか、ファンとそのオンラインで運営と直接話ができるような場を設けますっていう話が今までもあったんですよ。支配人部屋っていうのがあって、支配人に直接こういうのどうなってるんですかって話をする、まあ実際に握手会場に行くじゃないですか。握手会場で支配人部屋っていうのもやってて、申し込みをすると支配人と直接お話ができるっていうのが今まであったんですけど、ここ最近はそういうのもなかったんですよ。まあ NGT の事件とかがあったりとかいろいろあって、そうだからまたオンラインにはなるけど、そういうのをやりますっていう話にはなってるんですけど、今まで見てきてそういうファンからの意見とかが実際に反映されたことってあんまりないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だからそれをオンラインでわざわざやるんであれば、もう普通に本当にショールームとか誰もが見えるようなところでやった方がいいんじゃないかなっていう、個人的には思うんですけど、結局1対1の中でだったら何とでも言いようがあるし、その時ね言えても、でもそれってその場でしか分かんないことだから、別にあ意見として取り入れさせていただきますぐらいに言っとけば反映されないにしても別にってなっちゃうんで、みんなが見てる前でやればそれもあの時ああ言ったけどどうなってんのっていうことが言えるじゃないですか。だからそういうのがあった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。それは、あの、STU に限らずに、AKB もそうだし、NGT もそうだと思うんですけどね。はいはい。とは思うんですけど、まあ、大丈夫かな、STU っていう。ふうには、ね、そう、不安にはなりました。で、今回、その、まあ、言ったら処分なわけなんですよ。活動自体、4人一気に処分されました。AQ というか、まあ、STU からは辞めていなくなっちゃうって感じなので。逆に、だから NGT の時とは違って運営しっかり仕事したな、みたいな風に捉える人もいるんですけど、でもそれって違うよなっていう風に思ってて、NGT の時って、証拠も何も上がってこずに、なんか噂話程度のやつで処分できるかっていうところがあって、証拠があるんであれば処分すると思うんですけど、証拠がないから処分できないっていうところで、今回はなんか処分しませんっていう対応に NGT はなったわけなんですけど、なるほど。あとは警察事件になってるので、それもまた話せないことも出てくるので、 NGT の場合と比べるわけじゃないけど、比較するのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに
STU の場合はその今回の件に関して言うと全部情報が出て手の証拠があってのそれなので、はい、まあだからね、勝負しないわけにいかないよねってなったんだと思うんですよね。NGT もだから証拠があれば何かしら対応があったのかもしれないですけど、うんうんうん、それとこれとまた話が全然違うよなって自分は見ていて思ったんで、なるほど、うん、その辺はね、多分捉え方、いろんな捉え方があるんだなって見てたんですけど、うんうん、ちょっと今回に関しては STU 大丈夫かよっていうのがあったので、うん、皆さんの意見も聞きたいかなと。はいはい、いうふうに思いますね。まあ NGT ファンなんで結構こういう、まあ、事件じゃないですけど騒動はシビアに見てる人多いんじゃないかなというふうに思うので、うん、まあ、自分もその中の一人だったので、はい、まあ、NGT の事件と比べてとかそういうことではないと思うんですけど、まあ、どういうふうに感じたのかぜひ何かあればコメントで教えていただければと思います。はい、はい、そんな感じですかね。わかりました。はい。